One two, and three, four and five, six, seven, eight. スプリッタマージリです今回はビリーさんの実はですね私こうビリーさん皆様からコメントが来るまでねちょっと知らなくて見たんですよチッケムって言って一人のメンバーさんをねずっと追ってるこうカメラ映像みたいなのあるんですけどそのチッケムって言われる動画で日本人メンバーの月ちゃんっていう方が表情管理がめちゃくちゃすごいっていうのでねでバズってるんですよ。で <laughs> 動画をね、見てたら私あれ見たことあるメンバーさんがいるぞって思ったのねで、それ調べてみたらガルプラのオーディション番組あったじゃないですかでそこに出てたスヨンちゃんっていうメンバーさんが新しくビリーさんの中に入ってですね7人組で活動されてるそうですなので、まあ、ガルプラを見てた方からしてもあスヨンちゃんいるんだってことでね、もしかしたら私みたいにまだ知らない人もいるんじゃないかなと思うんで是非見てみてくださいそれでは皆さん一緒にいってみましょうせーの踊る、ね 今回の動画もですね、反転しております。こちらは右手です。左手、鏡のようにして覚えてください。それではですね、サビのほんの少し前から行きたいなと思います。1、2、3、4、5、6、7、8 から、いきたいなと思います。手を、こういう風に、コン、肘の下に当ててもらって、肘の下待ってるね。<laughs> 肘の下です。ここから頭を、コンコン、2回ですね、カンカン当てて、気持ち斜め下に外すような感じで、カンカン、ふ、外します。はい。手はこれだけ。で、ここにいろんな角度をつけていきたいんですけど、まず肩をですね、ほんの少し斜めにください。で、体重が右足に乗ってるところから、ふーん、ちょっと左側に移動します。 乗ってる体重っていうものをこう移してあげる地味なんですけどこの地味な体重移動でこの腰の位置ってだいぶ変わってくるので、ね、の右足から左に乗り換えるっていう感じになりますここからズンチャーラララでここから右足浮いてくるのでフン弾いていきますもう一回言ってみるとワンツースリーフォーファイシックセブンエイで外しますそしたら右足ついてサビワンエン スーエンででここまできます。はい、表裏表裏で音を取っていきますねまず最初グーがグーきてここから右足ついた瞬間にふんふんねじっていきます足は横に出すんですけど上半身だけねじるっていう感じです左肩が前いきますねワーンエンしたら戻った時に一本口の前で体上半身前に倒しますしたらズンカカッと音が出ますのでふん たらで戻します。はい、ここから右の顔の方を隠したら首が左に出て戻ってくるっていう感じです。ズーン、タ、ラ、なります。はい、これ首のアイソレーションでね真ん中から左に行くっていうよりも若干ね右で準備しといて フッフッていくとよりねこう左右にたくさんいけるので気持ち右から始めてもらって行って帰ってくるっていう感じになりますゆっくりですね確認するとフファイシックススーーンンエエ来まましたワツリォで戻りますはいしたら右足から出してもらって「チャラララ」ラ ラハで斜めを向きます。はい。これ、肩とこの,肩この形のまま、<laughs> コン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 、4つ下に落とします。ララララ、4つ落としたら、手はこのまま、中から、指から開いて、外。で、大体ね、頭と同じぐらいの高さまで、この手が外開いてきます。で、えー、こうなってるところは、中から開く、 このまま中を通って肘が出るような感じで、集めていきます手の流れはこんな感じですコン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 スウェ、えー、スウェって何 <laughs> スウェって何はい、こんな感じになってますこれがスンチャラで、戻りましたしたら右足出してもらってワンエン、ツーエンで、音を取っていくんですけどドン はい。なんか、ピボットって皆さん、バスケのやつ習いました授業とかで、体育の授業でね、この足動かないように、踏む、え踏む。で、向き変わってきますので、どんどん、どんどん。で、首に関しては、結構まっすぐなメンバーさんもいれば、ちょっと傾けたりとかしてるメンバーさんもいるので、これはね、なんか好きな方を選んでもらえたらなと思います。ただ、ら、ら。したら、戻る。左足の方に戻ってもらって、上から、ふん、足閉じます。次、 は,ーはちょっとなんか壊れたお人形さんみたいな感じでフこれねプリエって言ってあのバレエだとこう一番ポジションみたいな感じ <laughs> になりますつま先外に出して膝も同じ方向に外に結構ガニ股みたいになりますズンえん、ー、で首だけ右にポキッはい壊れたお人形みたいになりますそしたら今おへそ前向いてると思うんですけどこれをシュッ斜めの方向へ向きが変わります 頭からつなげてみますせーすせの「ワンツースリーフォーファイシックスセブンエイ」「ワンエンツエンスリーフォーファイシックスセブンエイ」と斜めいきますそしたらこの手パカッと割れていきます。 えっと、右手後ろにある方の右手が自分の方に来る左手が奥に入っていきますでそのまま上半身フン前に倒れていきますワーンで倒れていきますでこの時にあのさっきのねお話しした日本人メンバー月ちゃんっていうのが、まあ、ほぼ白目状態になるというですねフン目線がめっちゃ向こうの方に飛んでいきますでくん 顎が上がってここの面っていうのが後ろにひっくり返りますなので胸とこの顎の距離っていうのがふん遠ざかって戻るような感じになりますこれがここからブんンこっち行くしたら帰ってくる時によっからせと返してますここ止まるっていうよりも一瞬ねカーンって打つような後の取り方になるのでふん 一瞬戻しますはい。なんかこの頭が今こう傾いてるのを自分の手でこう本当だったらガコって戻すようなイメージですでそれをこうはしないので <laughs> 振りとしては気持ちこういう風に3度してあげてふん戻してくるこっからふん後ろに行ってるものをガコ返してきてあげるそしたら左足後ろに引いてもらってボンはい。ちょっと胸を腹にカン しまいますその時に肘が横からあごめんなさいちょっと気持ち後ろから横にはまるような感じでボン,ンカしまいますそしたら戻す時にふん両手を胸の前で重ねます。はい、それがせーのふ開く円戻す円胸しまう円ふ重ねます。 私からするとこれをスライドさせる瞬間に斜めに入りますドンこっからスライドさせながら斜めに入るふんそしたら頭がふんこれに対して斜めいきますでさらにもう一段階落ちると次はくるりんでセンターに戻します手はこっから銀がみんがようで戻していきます はい、ここから足がだんだん下に沈んでって「ドー斜めしたら頭のてっぺんだけいく「キープ」手だけいく頭がいく時に「チョン」はいこめかみらへんですねを指すんですけど右手が手のひら前に来るような感じ後ろに左手が来ますここで「キープ」したらこの手の関係っていうのを反対にするような感じで回しながら「 センターに戻ってくる、っていうのが、ちゃん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 、ゃんゃんゃんない感じでなります。やってみよう、<laughs> せーの。ワン。ツー、エン、スリー。フォー、オ、ファイ、シー、ク、セーブ、エイ。なります。ここまで来たら、もうね、半分終わっております。そしてね、後半は繰り返しになりますので、だいぶ楽になります。そしたら、足開いてもらって、ワン、バッテン作ります。 ここから手を下に落として、どんどん足閉じて移動になります。はい。ふん。で、この時はね、左手が前の方が多いかな。ブー。で、お顔のだいぶ近いところまで、シュワン。したら手を斜め下に置く瞬間に跳ね上げる。どんどん。で、足閉じていきます。はい。これが、ワン、ツー、エン。そしたら、肘、右だけをカン、曲げます。ちょっとね、肘だけってやると、こうなるね。 なんだけど上半身も一緒に気持ちこういう斜めを作ってあげるとかっこよくなると思うので肘とこの腰でこう引っ張るギュッっていう感じでございますしたら左足をフー前に持ってきてもらって円周、えー、はい手は若干気持ち中に一回入れてからフー上に持っていっていけると動線としてはま綺麗かなと思いますまあ、でもめっちゃ早いですね <laughs> さららっていう感じ、はい、ででこうですね人差し指 小指を、したら、したら、クロスするんですけど、これは右手、左手、本当に綺麗に半分に分かれておりますので、好きな方へ選んでください。そしたら、右手の小指から握ります。右手、小指握る。左手の小指を握る。そしたら、人差し指を、にょっきっていう風に音を取ります。両方あるところから、右、左、どんどん。ね伸ばしていってください。ちゃん、ちゃん。そしたら、首、ふん。 で、戻します。戻りましょう。えい、ワン、ツえい、ばって。そしたら、左足、落としてもらって、セブン、えで、またここに行きます。はいまた 人差し指、小指で、カチャカチャ。かんだけに、頭が、てっぺん左、あ、ごめんなさい、右です、これ。<laughs> チャラララ。で、また向きが、ふ、斜めに変わります。あ見たことあるポーズ。また来ますよ。はい。ワン、ツー、エン、スリー、フォー、おー、チャン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 、繰り返し。 気づいいいたらサビが終わってとう感じでござますもう一回やってみましょう1回目の「タン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 」せのバッテンワンツーエスリーフォー右左チャンチャンタラララ斜めはいワンもすエ繰り返しはい「タン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 」戻る で今回のね振り付けはもう全体的にこの首の横の動きだったりとかもうアイソレーション1個動かしたら止まる1個動かしたら固定する1個動かす1個動かすみたいな感じでコントロール力っていうのがとってもとっても大事な振り付けになっております毎週土曜日にね私「朝練」っていう基礎をメインにね振り付けやったりあの基礎練習したりとかしてるのでもしよかったら参加してください毎週土曜日はジュリッコの無料ダンスレッスン「朝練」を一緒に受けよう それではですねゆっくり最初からつなげてみたいと思いますいきましょうせーのワンツースリーフォーファイシックセブンエイワンエツエスリーフォファイシクセブンエイとワンツーエンスリーフエンファ ファイ・シーク・セブエイ後半ワンツー・エンスリー・フォーオファイ・シーク・セブン・エワンツエスリエンフォー繰り返しファイ・シク・セブエ はい。皆様、大丈夫ですかあの、振り付けをね、覚えようって思った時に、こう、早く覚えたいから、振り付けをね、原曲スピードで覚えようとしてしまう人もいると思うんですけど、それって、かえってすごい時間かかるんですよ。なので、まずは、この、一歩一歩階段を登るっていうイメージでね、まずカウントでやる。その後、スローの音楽でやる。で、さらに原曲でやるみたいな感じで、階段を登っていくと、意外と早く覚えられたりしますのでね、ぜひ、この解説動画、活用してみてください。 それではですね、早い関でつなげてみたいと思います。いきましょうせーのワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ。ワン、ツー、エンスリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ。と、ワン、ツー、スリー、フォー、エファイ、シック、セブン、エイ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ。ワン、ツー、スリー、フォー、 5、6、7、8! はい、皆様、踊れるようになりましたか少しでもね、役に立ったよーという人は動画のグッドボタン、応援の意味を込めて押していただけるととってもとっても嬉しいですこのね、皆様からのグッドボタンそしてコメントが私の動画制作の励みですこれからも続けていけるように皆様どうぞよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうアップリ ジュリコダンス部のチャンネルでは皆様のダンスがもっと楽しくなるような動画をたくさん載せています。チャンネル登録をしてジュリコダンス部に入部してね踊るんるん